こんにちは、日本上タクシーファンクラブ通信です。ちょっと間が空きました。坂本社長は今日も大阪維新を叩きのめします。大阪維新は相変わらずグダグダですが、日本上タクシーはカステラ事業を開始しました。ベビーカステラという商品名です。お店の色はカステラカラーです。T シャツも同じ色です。20個で440円です。赤ちゃんからおばあちゃんまでみんなで食べてね。坂本社長がカステラの焼き方を指導しています。こんなん出来上がりです。ほんまに美味しい日本上カステラ。よろしゅうにお願いします。日本上は大阪維新を徹底的に打倒します。大阪維新は大阪市民の敵、大阪の土管で眠ってもらいます。ハロー。Oh, darling.